皆さんこんにちは。 PR フィルムプロダクションの日比健人です。本日のテーマはですね、日々の特訓、企画制作編ということでお話ししていきたいと思います。今日の動画で分かることはですね、何度も口酸っぱくお伝えしますね。この PR フィルムにおいては、映像美ももちろんあるに越したことはないんですが、重要なのは企画ですと。その型はあるとはいえですね、企業からちゃんとヒアリングをして話をまとめていってアウトプットをするっていうことが、その一連が企画力になるわけでございますと。でただそれをカリキュラムの中、日常の業務の中で鍛えるっていうことを、僕はやってきたわけですが、それにプラスエッセンスとしてですね、日常的に視界に入るとか自分の身に体験に起こるっていうことも企画力を鍛えるために、こんな風に癖をつけていきながらやっていくと、すごくレベルがね、毎日のように上がっていきますよというお話をしていこうと思います。企画力を鍛える日々の特訓ということで、一つ目はですね、課題を見つける癖ですね。ここがですね、意外とできない人が多い、意外と企業でもできてないところが多いっていうところがあります。その自分たちの商品っていうのは世の中におけるどういう悩み事、お困り事を解決しているのか、それがわからないとサービスとして成立しないですし、それが伝わっていないと買うか買わないかなんてわからないわけですよね。なんでよく企業のプロモーション美容とかである、このサービスにはこんな機能もついてて、こんな機能もついてて、こんな機能もついててっていう一方的なPV とかね、たまにありますけど、それって結局右から左に流れてしまうんですよ。それはなぜかというと、ニーズ喚起ができていないからなんですね。で、特に営業においては、このね、皆さんが動画を作ってあげて、それを納品した後、企業が喜ぶかどうかということもそうですし、皆さんが企業に対してプレゼンをするときも、この全ての事柄においては、ちゃんと課題を、こういう課題ありますよねっていうことを共感してあげなきゃいけないんですね。ってことで、営業にしても企画にしても、課題を見つけるっていうことが、非常に重要であると。逆説的に言うと、この課題を見つける癖っていうのがパッとできたりすると、企画力にも生かされるかなと思います。じゃあそういうのをどういうふうに鍛えたらいいのかっていうと、この物事における本質的な課題は何なんだろうっていうことをよく考えながら、日常の仕事だとかアルバイトとか副業とかっていうことをするっていう、もう本当にこれだけなんですけれどもね。特にポイントはですね、このサービスとかこの商品が解決してることは何なんだろうっていうのを考えながら広告を見るっていうことでもいいですし、今ここにトラブルがあるんだけれども、このトラブルが起きている本質的根本的な課題は何なんだろうっていう観点で物事を見たりすると、すごく世の中の解像度っていうのが分かってきたりします。で、逆にそういった分かったことをその悩んでる相手に対して、つまりあなたが悩んでることってこういうことじゃないのみたいなことを言ってあげたりすると、ああそれなんだわっていうふうになったりします。で、向こうが認識している課題っていうのと、こっちが咀嚼して考えた課題っていうのは、意外とずれることが多いですね。だから例えば今僕はですね、工務店、リフォーム会社さんの映像とかの相談に乗ってあげてるんですけど、リフォーム会社さんっていうのは、その家を提供してるのではなく、その住んでいるその空間を提供してるわけですよね。なってくると、その生活のライフスタイルとかに、なんかもうちょっとこのパキッとした生活したいなとか、もうちょっと安心したいなっていう、ここの心境に対して提案をしているわけであって、別にその家を直すということ自体には別に何も付加価値はない、もう型のプロセスにしか過ぎないので、本当に企業さんでもやっぱりそこまでね、しっかりと考え込んで日々のね、営業に追われてるっていうパターンが多いので、そこをですね、ちゃんと親身になって聞いて課題を見つけるためにはですね、日々日常に目に入ってくる広告から、これ解決してることってどういうことなんだろうとか、なんで今こういうことが起きてるんだろうっていうところの、その本質的な部分を考えてあげるといいんじゃないかなと思います。続いて2つ目はですね、まとめる癖ですね。で、これも実はこの力がつくとですね、非常に映像マンとして、映像事業としてもですね、希少価値が高くなるスキルだなと思います。皆さんの周りにいませんか？なんか話をサクッとまとめたりとか、つまりこういうことですよねっていう人、あれって実はですね、結構高い能力が必要で、まずこれぐらいの物事をこれくらいにまとめて、簡単に簡潔にまとめてあげる。あと、順番を整理してあげるっていうところもそうですね。つまり、こういうことがあって、これが課題で、で、こういう出来事が起きてしまいました。だから、こういうふうにした方がいいと思います。だから、こういうサービスができたんですよね。っていうことで合ってますか？っていうふうに整理して、掃除をしてあげると、すごく喜んでくれるっていうのが、このまとめるっていう作業のフェーズにおいては、すごく重要になってきます。
で、じゃあこういったその作業をやっぱりその日常の仕事とか、ね、来た報告書とか相手からのお悩みとかでもこの、ま、とにかく話を整理しようと、交通整備をしようと、そういった癖をねつけていくと、すごく企画力としても鍛わるんじゃないかなと思います。で、続いて3つ目はですね、それを分かりやすく伝える力っていうのを備えると企画力がどんどんついてくるんじゃないかなと思います。で、これざっくり言いすぎるので、まあ、いくつかポイントがあるんですけど、強いてまず1つ言うのであれば、一言で説明するということです。すべてのサービス、すべての悩み、すべての出来事は一言で説明することが可能です。可能かどうかというよりかは、もう一言で言い切るっていうその癖というのをつけた方がいいですね。でどういうことかというと、例えば、僕のメインの会社、輸出の会社ですね。ゴーバウンドっていう会社はですね、何やってるかっていうと、経営者さんに英語を教えて、その話している姿を映像に収めて、でその映像っていうのを東南アジアの会社の、人たちに見せて、日本のこういう商品使ってビジネスしませんかっていうふうにビジネスを組んでいるんですけれども、これ一言で何て言うかって言い切れるお客さんとかそのパートナーとかって、いないというか、その教えてあげなきゃいけないんですよね。なった時に、僕すごい考えたんですよ。これって何なんだろうと。普通の営業マンとか、その企業とかだったら、いや、ゴーバウンドっていうのは、この映像を作って英語を教えて、さらに輸出もするんですよと。ここなんですよって。いや、それだとすごいなんか長い説明になっちゃうし、その同じね、その技術力とその熱量レベルで話せるかって言ったらそうではないと思いますと。そのサービスっていうのを一言でまとめるっていうことがすごく重要で、じゃあ僕どうやってまとめたかっていうと、このサービスっていうのは東南アジアで売り上げを生むためのブランディングサービスですっていうふうによく言っています。じゃあどういうことかというと、まず英語がその東南アジアでそのビジネスをするときになぜ重要かというと、向こうもですねビジネスをするにおいて日本企業っていうのは決断が遅いとかトップが英語を話せないっていうことに対してもう不満を持ってるんですよ。なんで日本企業よりも韓国と仕事をした方がいいっていうふうによく話になっちゃうんですけれども、そういったイメージを持たれている日本企業のある社長さんが片言でもいいから英語で話せると、あ、すごい僕たちにちゃんと歩み寄ってくれてるんだっていう感覚になるって、これはもうブランディングなんですよね。でそれを映像に収めると、もういよいよ映像ブランディングっていうことになっていて、じゃあその出口としては何かっていうと、東南アジアで進出して売り上げを上げるため、だから東南アジアで売り上げを生むためのブランディングサービスですっていう、ここの一言でまとめられるとすごくいいです。なんで街中でよく見る広告掲示板とかなんとかでもそうなんですけど、だいたい一言でまとまってなんかキャッチコピーとして世の中に出されてるっていうのがあるんですけれども、いわゆるその人の話を聞いていくときに、つまりこういうことって一言でズバッと一言でまとめられるっていう風にできるとすごくいいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、本日はですね、PR フィルムを作るにおいてすごく重要な企画力を鍛えるにおいてはこの以下の3つのスキルがすごく重要 で、それを鍛えるためにはこの癖をつけると日々の生活でもパワーアップできますよというお話をさせていただきました。 PR フィルムプロダクションですね、動画×地方創生というテーマでですね、動画クリエイター、そして初心者のクリエイターのためにフランチャイズという形で、スクールみたいな感じでね、いろいろ募集しています。概要欄から LINE アットとホームページ書いてありますので、ぜひ興味あったら見てみてください。